1977年の岐阜橋駅と、周囲約500メートル範囲。右が、門別方面。名寄川に19線道の踏切があり、上へ行くと名寄川に架かる岐阜橋という名の橋がある。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成岐阜橋駅は、かつて、北海道上川郡下川町上名寄に、設置されていた。 北海道旅客鉄道名寄本線の駅である。名寄本線の廃線に伴い、1989年5月1日に廃駅となった。一部の普通列車は通過した4月30日時点で、下り2本上り3本。廃止時点で、単式ホーム1面1線を有する地上駅であった。ホームは、線路の北側に存在した、点鉄器を持たない、防線駅となっていた。 仮上工場に出事を持つ開業時からの無人駅で、駅舎及び待合所は存在しなかった。ホームは、名寄方にスロープを有し、駅施設外に連絡していた。当駅付近を流れる、名寄川に架か,かる橋の名前に由来する。この付近に、岐阜県出身の人々が入植し、加境した際にちなんで名付けられた橋である。民間へ売却され、農地として利用されている。 2000年時点では、跡形もなくなっていた。2010年時点、2011年時点でも同様で、遺構は全く残されていなかった。駅跡地は民間へ売却され、農地として利用されている。岐阜橋刈り場報所に関するカテゴリー。ありがとうございます。